どうも、エル歌舞伎のエル宇田です。どうも、デロリアン石です。公権職員に、茶化を持っている、はい、自称会社役員の男逮捕ということで、茶化54歳の男性が、50歳の高松工芸の男性職員に、指定暴力団の組員だと語り、茶化を持っているなどと言って、威力を持って脅迫した疑い。男はそのような言葉を言ったが、脅迫する意味ではないと容疑を否認している。いやってことなんですけど、はい、まあ、これはね、その、あるじゃないですか、よくあの自粛期間中にあったのは、うん、俺コロナだけど、ってあの飲食店で言って、うん、まあ、威力業務妨害とか、うん、ああいうのありましたけど、はい、これについて僕ちょっと考えたんですよ、はい、で、そんなのはね、みんなが恐怖に陥ってる状態で、はい、これから何が起きるか分かんない状況、そんな言うべきではないんですけど、はい、少しだけ気持ち分かるだって思ったのが、うん、会社とかで、うん、言ってるやついるじゃん絶対。何、俺コロナになっちゃったけどとかって、部下とか、いやちょっとやめてくださいよとか、なんか頭痛いんでちょっとコロナかもしれませんみたいなさ、なんか言ってるやつさいっぱいいるじゃんか。ああいうのってさ、我々はさ、こんなに毎日配信とか撮ったりね、このまま M1 グランプリというすごい緊張感の中、皆さんの前でボケを聞いていただけるじゃないですか。そういう場がないわけですね。まあまあ、でそのもちろん言っちゃいけないことあるんだけど、なんか、言っちゃう、言っちゃう気持ちを俺は少しだけ、まああるわな、わかるっていうのは、ちょっとあるっていうのは、俺がワイドショーのひな壇に行った時には絶対に言わないけどね。考えられないですね。いやひどいっすな。いや、それをぶち破っていかないと。ぶち破っていかないとなぜなら、もうこういう喋れる場所あるので、そういう時はお金を得に行きます。お金を取りにね。はい、お金取りに行きますから。江頭さんの逆、1回の伝説より、ワンクールのレギュラー。まあみんなそうだね、です、はい、なぜならそういうのはね思うな、はい、ちょっとなんかね、うん、っていう、だから芸人っていうのはそういう意味では恵まれてるのかなっていうのは、まあね、なんかあるしよね。だってこんなところでさ、毎年だよ、犬の名前ランキングとかさ、ないよ、みんななかなか言えないでしょ。会社の飲みでそんなこと言ってる人いねえと思うしな、しかも犬の名前ランキングとかいうのを全世界に発信しようと思わないじゃん。いや、まずその元ネタの記事に謝る。違う、俺らがよ、元ネタの記事は、そこはいいんですよ、ネトラボさんですから。ネトラボさんはその好きで見に行く人いるからいいんですけど、俺なんでエル歌舞伎っていう、なんかちょっと知ってるかなぐらいの人が見に来た時に、犬の名前ランキング1位ココ何やってんのこいつらみたいな。そりゃコメント書くわ、お前こんな何年やっても変わってんよなるよ、そんなそれ書くわ。今年もだって犬の名前やるかどうかでまだ悩んでるところ。やるよ、まだ残ってんだから。2ヶ月、やります絶対に。絶対なくていいよ、間違って2019のやっちゃいます。ね、はい、っていうのをちょっと考えました、このニュースを見た時、はい、正直ね、まあ、そんなことでございます。あとね、これいいんじゃないかなと思ったのは、特集会じゃないんだけど、特集会、はい、まあ、この前もね、 YouTube 普段俺ら何見てるみたいな話したけど、はい、なんかね、このミニスカポリスにマネーの虎、ガチンコファイトクラブ、かつての人気番組&企画が YouTube 上で復活している理由っていうの、これリアルサウンドさん、これが大原香織さんっていう、昔、大原香織さんだったんじゃないかな、前の名前、大原香織さんって言ったよ、今香織さんなんですよ、香織になってる。でミニスカポリスを復活みたいな、で、なんか山本圭一さんとかでもコラボしてたりとか、あと山本圭一さんがあのカジサックに突撃してる YouTube なんだけど、すんげえ笑っちゃった。でこれ、まあ、結局コラボになるんだけど、カジサックさんが本当に帰ってくださいみたいな、あ、なるっていうのをずっと、俺はお礼を言いに来たんですみたいな、なんかその無理やり、それを振って、なんか本当にめちゃイケん時のもうコメント欄もそうなんだけど、俺らの好きな経営さん帰ってきたみたいな。ああ、はいはいはい。だって本当にね、絶頂面白いなって言ってる時に愛語になっちゃったからね。あ、その時だったのあれ。俺ね、めちゃイケで、やっぱ岡村さんがやっぱトップにいるみたいなとこから、山本さんがこれ食ってるぞっていうのが多くなってきてたんですよ、僕の見た印象で。加藤さんじゃないんだ。俺ね、そんな超ずっと見たいんだけど。もう山本さんがもうとにかく、岡村さんと山本さんはダンスうまい、できるから、そこら辺のやつすっげえ面白かったんだよ。はぁ、山本さんは、山本さんこれ、加藤さんはもうスッキリとも被ってる。
よね、多分ね。スッキリもやってるよ、ね。やりながらめちゃイケもやってる。そうそう、だから確か謝罪みたいな感じのやつは残ってる。すごいよね。スッキリやってんのにアイドルにジャイアントスイングしてたんだ。あ、そうか。スッキリやって。じゃあさ、知らない人が見たら何この人って思う。どっちこの人みたいな。いやだから爆裂お父さんの方が本当はスッキリしちゃってる。本当のスッキリあっちだった。スッキリして。頭踏んづけてたよね。ただあの加藤さんがもうめちゃめちゃ汗だらだらでギリギリのやつで投げてたからそれも面白かったよね。疲れてて。あれもそう、極楽同盟ってやってたのもめちゃイケ、あの女子プロやってたよね。そう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 、チビタ岡村さんのチビタイガーっつって最後絶対にズボン脱ぐっていう、全裸になるチンコ出ちゃうっていうね、うん、俺それは見てたわ学生時代。極楽同盟が女子プロレスラーと、うん、そうそうそう、本当に渡り合ってたじゃん。で、なんでこの人たちって思って加藤さんが、うん、とか、ね、うわーって綺麗なドロップキックとかしてたちょっとね、ちょっと狂犬出すっていう、ブレインバスターとかもしてたよね、うん、面白かった。なるほど、まあそういうようなテイストが YouTube に流れてきてるんじゃないかと、うん、ちなみにミニスカプロレスだったら山本圭一さんの前にまずジョーダンさんを出さなきゃとか、北京源氏さんでしょ。北京源氏さん、うん、お宮の松さん。俺ね、一回格闘技見に行った時に、うん、お宮の松さんと同じ電車になったの。あら。でね、何席か隣。もう分かんないでしょ。あっちはね。俺は分かるけど。こっちはね。もちろんだってずっとリンガナもやられてるしね。うん、見てるから。うん、でキッズリターンも俺見てるしね。いやいや、あんまりイメージない。イメージはあるけどな。イメージはあるけど、あそこで顔思い出す人はね。あとミニスカポリスね。うん、で、だけど挨拶しようかなと思ったけど。お宮の松さんは多分ね、別の知り合いの方々とお話しされてて、うん、で乗り換え案内の話されてたのよ、うん、でどこだっけ乗り換えみたいな、うん、で俺すぐ調べれるなと思ったんだけど、うん、なんかね躊躇したって思い出がありますね。しょうがない。あとはマネーの虎ね、これはなんか令和の虎チャンネルっていうのを、はい、出演社長によって復活している。前からやってるよね。俺これ知らんかった。マネーの虎のさ社長とか今何してるかとかってさ、その当時の社長の人たちがやってる。はいはい、うん、なんか YouTube あったよこれ。素人の参加型プレゼン企画を自分たちでやってるのって。おー、はいはいはい、へー、誰だっけ。南原辰樹社長、河原博社長、何年間でんだろうね。あ、しかもすごい、ミニスカポリスはテリー伊藤さんの手で YouTube に購入したのって。あ、そうなんです。すごいな。まだそうなんだ。すごいよ。しかも自身の公式チャンネル、うん、テリー伊藤のお笑いバックドロップやっぱこういうのやりたいんだ。やりたいんだ。やっぱそっち系なんだよな。じゃあサンジャポの時、うん、あれじゃない、なんかあの桃とかつねって座ってんじゃない。いやもう嘘ついてる。嘘ついて今日大統領選のこと語ったんだ。嘘ではないけど。嘘ついて、多分嘘ではない。別に嘘ではないけど語ったんだ、うん、そうなんだ、うん、これどうなの。ドロリアン的には結構いいニュースだよ。テリーさんやりたいことやってるんだって。あ、いいな。 YouTube チャンネル、そっちの本だよね。育ってきたかな、見たいよね、うん、あとこれね、竹原慎二さん、俺ここでも前言ったけど竹原慎二さん と、うん、畠山さんとかがチャンネルやってて、あ、それがそれこそ朝倉未来とかにパンチをちょっと教えるとか、うん、あ、はいはいはい、面白いのよ。で、はいはい、畠山がさ元ヤンジャンガチの、まあそうね、みんなそうだけど、うん、で朝倉未来ってさちょっと硬いのよ、うん、あ、一応挨拶もちろんするんだけど、朝倉未来的にもちょっと緊張もあるのかな、うん、とか、あとちょっと尖ってるじゃん20代で、うん、それを畠山さんが、うん、あの、え、どん、未来ちゃんはさどんな悪いことしてきたのとか言って、いやちょっともうそっから、いやいや大したことですよとか言って、え、人殺しとかとか言って、いやーみたいな、うん、そのちゃんとヤンキーの青年の心のつかみ方知ってんだよ、うん、ちょっとあれ、それヤンキー界のマウントの取り方じゃない。マウントじゃない。俺はどれだけやったと。いやでもちゃんとその未来さんのパンチがやっぱすごいっていう、うん、あのサンドバッグ殴ってるのも、うん、で我々は総合のこと分かんないけどボクシングだったらこうやって腰から回して力抜くといいですよみたい なんか結構敬意表したね。昔高校中学生ぐらいの時にそっち系の人にさ、うん、話を聞いたら、うん、あのどれだけ自分たちお前らぐらいの時ね、俺その中学生ぐらいの時に、うん、あの何回鑑別所に入ったかっていうことを競い合うっていう話をされましたよ、うん、私そうね。俺だって、うん、もうあの50とかだったら、うん、若手の芸人に俺が何回M1 3回戦行ったかって話するから。俺があの3回戦すげえ受けって落ちた時はこういうネタだったんだよ、うん、っていうのを説明していきます、ね、っていう YouTube やります。ジジイになったら近所の子供にすげえ嘘ばっか教えるジジイになりたい。あ、自分の経歴を嘘ついて、はいはい、公園とかでね、うん、でも今さ、まあ、デロリアンがじゃあその、うん、
老後っていうのかな、それなんだろう、そのお前がどこに住むか俺は知らないけど、うん、東京の公園でそれむずいよな、くない？東京の公園で、ああまあ、ね、子供が寄ってきて、うん、知らん大人と喋るみたいのって、うん、その地元とかわかんない俺は、はい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 、でもなんかあんまり昔の風景はもうないかな、ない、まあ、なくなるから親も嫌がるんじゃない？あるな、そんなお前みたいなバレットクラブのジャンパー着てるような親父にダメ、あの人ヒールのチームの人だから、親日のジャージだったら多分大丈夫かな、いやダメだろ寄ってこねえよ、だからそういうのむずいかもよ、田舎に住まないと分かんないけどね、はいはいはい、東京でもちょっと外れんとこだとあんのかな、まだな、ね、あの東京もね外れんとこはやっぱちょっと田舎だから、あの船堀とか江戸川区の方とかはい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 、ねえまあね、うん、そういう YouTube が今人気だということになっております、なるほど、結構ね俺ねこのボクシングチャンネルは見てますね、あそうなんですか、うん、とかしとかちゃんがねなんか罰ゲームで変な髪型になってんのよいやもうバラエティやってるすごくない、バラエティでしょ、とでちゃんとねチームがついてる、マッコイ斉藤さんからなんかねテレビのチームがついてるのよ、昔のいやもう生だれじゃん、本当に俺らのテレビのチームの時のチーム、俺らのチームってなんだ、一緒に番組やってたスタッフなんだよみたいな、なるほどね、すごくない、トカちゃんなんて60とか超えて変な髪型すんだよプライベートでも、いやいるよそういう、そうか、うん、テレビでも何でもないのにおかしな色に染めたおばちゃんとかいるだろうはい、それはあれ罰ゲームじゃないから、あれ何どうしたんだ、それあれはおしゃれでやってるから、でも最近ね、はい、少なくなってきた感じするから、紫色の髪のおばちゃん見るとさ、なんか懐かしい感じで、まあわかんなくて頑張ってくれよ、うん、うん、俺もたまにそれ感じたけど、下田歌劇のツイッター見に行ってるしね、うん、いいこと言ってた下田歌劇か、1個か2個しかない短所を磨けと、うん、あ長所を磨けと、うん、もう今間違ってる、うん、長所を磨けと、はい、それが全て短所を飲み込む、あいいねしそうになって、うん、いいねしてんのバレたくないから、うん、ブックマークしますうわ消されない限り大丈夫、うん、1個2個の長所を磨け、うん、それが全ての短所を飲み込む、うん、ぜひ皆さんこれ覚えて帰ってください、といったところでまた明日お気になさってください、お願いします。